のシリーズの時だしですか、あのピッチャー殴ったじゃないですか。あれはすっごくいいシーンですね。でピッチャーは当然も引き締まる、はい、そしてチーム全体が引き締まる、そして巨人が勝ったんですよ。ちゃんとサイン見ろよ、ガーンと。もうテレビ中継やってる時でピッチャーを、はい、その時は阿部さんとしてはどういう気持ちだったんですか、うん、結局沢村があの試合先頭バッター初球にデッドボール当てたりだとか、はい、動揺してたと思うんで、あ、はい、でその中でサインミスを犯したんで、はい、まあ、ちょっと冷静じゃないなっていうの で気づいたらあの、はい、引っ張られてました。なるほど。いやその時は何か言うんですか。お前こんな時にあのサインミスしやがってバシンって言いました。はあの後ね、確かに沢村がガラッと変わって立て直しましたよね。もうピッチング変わったんですよ。でチーム全体がジャイアンツがビシッとなった。あの一発でね、コーセスさんいいとこ見てますね。あで後で沢村選手は何か言ってたんですか。ありがとうございましたって言ってました。ありがとうございました。これやなキャプテン。よし、次のルミネの舞台俺もどっち痛めた。そういうことはない。矢野さんなんかどうなんですか、やり取りを見ててどんな気持ちだったんですか。僕レフトにいたんですけど、はい、僕も見ててこうピシッてなっちゃった。